北九州見つけ人の春です。畑野奈緒です。この番組では北九州の情報や魅力をお届けしています。奈緒ちゃん、今日は大粒で濃厚な味わい、無前回一粒かきです。ちょっと北九見つけてきました。ソネヒガタの沖合で育つ養殖カキ、無前回一粒カキは無前回の適度な海流が養分を運ぶため大粒で丸々と肥えているのが特徴です。無前回一粒カキの直売所にお邪魔しました。今何の作業をやってらっしゃるんですか？カキについた冬つぼとかあるでしょ、はい、これをこの機械でこのまま綺麗に削っていく。うわー、綺麗になった。こうやって実際に見ると結構大きいですよね。そうなんですよ。皆さんなんか一粒ったら小さく感じるんでしょうけど、要はそのカキが大きくて一つ一つ削るから、まあ、一粒カキという名前でですね。なるほど。大きな大きな愛情を込めて手間かけた一粒カキだと。手伝ってもいいですか？あ、ぜひ。こうです。あ、でも結構ね、力入れます。あ、でも慣れてくるとすごいなんか気持ちよくなりますね。はい、楽しいですね。うん、でも結構楽しいですね。あ、これが毎日あったらなんかそうですよね。美味しいのはもう2月。あ、で2月3月が実が入ってくるのが一番美味しい時期です。本当に美味しいか、ちょっと食べてみないとわからないなっていうところもあってですね、はい、食べてみたいなと思ってるんですけど、はい、ちょっとあなた、自分たちがかき小屋があるように撮っていきますか？いいですか？ということで、かき小屋にやってきました。早速いただいてみましょう。いただきます。うーん、踊りたくなるこっちよくやったら幸せがするから。うん、うわー染みてる幸せ。ここでちょっと北九新発見。漁師さん一押しかき料理がこちら。麻婆豆腐に、麻婆豆腐ということで、かき入り麻婆豆腐作ってみました。麻婆豆腐結構味が濃いと思うんですけど、それに全然負けない無前回一粒牡蠣の味、強いです。牡蠣を食べるなら北九州、無前回のミネラルをたっぷり含んだ無前回一粒牡蠣。一粒一粒丁寧に磨かれていました。粒も大きくて身もぎっしりです。ぜひ召し上がってみてください。今回は美味しくて栄養たっぷりの無前回のミルク見つけてきました。